はい、どうも、皆さん、こんにちは。今日はね、ジムニーの中にいます。ジムニーといっても、JA11?JA11 のやつ?あんまり詳しくないんですいません。でね、これちょっとね、セルがね、たまにかからないという病気が発生しててですね、なんか調べると、なんかね、なんだ?カチカチ病? カチカチ病とやらっていうのがあるらしくて、なんか、で、まあ調べてちょっとやってたんで、ちょっと動画にしてみようかなと思ったんですけど、まあちょっと今現状ね、こういう感じです。さあ、じゃあね、早速ね、ちょっとね、その現象とやらをね、ちょっとやってみます。ちょっとね、セールを回しますね。これ。何回かやると、かかる。もう一回ね。あ、かかるな。かかるね。あ、かかるね。まさかのかかっちゃったね。これだ。このカツンってなるでしょ。なんかバッテリー切れみたいな感じ。バッテリーがなくなったよみたいな感じになっちゃったんだよね。これ。こういう感じ。カツカツカツっていう。ね、かかった。これをね、ちょっとね、今回ね、あるところからね、まあ、調べてね、見よう見まねでね、ちょっと直してみたいと、思います。もうね、ちょっとごめん。作業終わった後なんだけどね、ちょっと早速、説明の方をしていきましょうか。まずね、これです。エーモンさんが出てるかな?リレー。4曲のリレーかな?4曲のリレー。もうこれカッパ、もう作ってあるから空っぽだね。で、次。4曲のカップラーの、ガラガラなってやつ。配線を作るために、カップラー、こう、オスメスが入ってるやつね。セットね。あと、まあ、ヒューズボックスに、あと、まあ、適当な配線。で、それで直したのが、これかな。これかな。さっきのリレー。で、ヒューズが、まあ、ここに、こうあって、こういう感じですね。で、さっきのやつは、カプラ、これ。これと、メス通すセットなので、ギアシブこうやって、まあ、線を作る感じですね。これをね、じゃあ、つけた状態でエンジンをかけてみましょう。さっきは結構頻繁になったけど、果たしてどうなるか、やってみたいと思います。さあ、さっきのね、作ったリレー、を、まあ、バイパスさせて、ちょっと電圧をね、高める?安定させる?なんていうのかな。その状態で、今からちょっとやってみたいと思います。これかからなかったら、笑えるよね。よし。いくよ。これね。全然いいね。全然いい。OK でしょう。さあ、いかがだったでしょうか。とりあえず、僕もネットを見てやってたんで、これ多分、調べれば出てきます。なので、一回調べてみてください。で、まあ、一応、動画にしてる人もいると思うけど、まあ僕の方でも動画にしてみようかなと思ってしてみました。まあこんな感じです。今年ラストかな、整備動画。まあ、時間があればやります。今日はちょっと、本当忙しくてさ、
今日ちょっとまだ忙しくない方向なんで、はい。まあ、ちょっと年末に向けて僕も頑張ってるので、ちょっとしばらく動画撮れるか撮れないかわかんないけど、もう、多分、あるかな、ないかな、また全然次回、さよなら、バイバイ。